はい、どうもこんにちは、みおりです。今回はゲストがいらっしゃいます。その事務所の先輩になりますね。お笑いやってるんですけど、ちょっと早速呼んでいきましょう。この方です。お願いします。どうもよろしくお願いします。はい、どうも虫大好き芸人のパーパーの星野です。完全に嘘じゃないですか。嘘は使わなくていいですから。嘘は使わなくていいですから、やってていただいて。寄せた方がいいかな。大丈夫です。キングオブコント決勝も行ってるパーパーの星野ディスコで知ってますか皆さん。アメトーークとかもね出られて、虫よりも不思議種が大好きな星野でございます。もうこの虫部屋にはあんま来ないじゃないですか。そうですね、そんなに虫好きじゃないんで。そもそもそうですね、小映えがもうすごいじゃないですか、この部屋も。そうなんですよ、ね、僕はマスクさせていただいて本人がそんな感じなんですか。ちょっと僕アレルギー持ちなので、すいません、ゲスト用のは用意してくれないということで、昆虫好きになってもらいたいなっていうのもあるんで。大家さんは絶対怒るでしょうね、これね。いや一応許可はもらってるんで。昆虫好きになってもらうならなんだろうって僕思っていろいろ考えた結果、やっぱそのなんか神秘的なものが一番いいんじゃないかと思いまして、神秘的な、今回はカブトムシの交尾を一緒に見てもらいます。確かに神秘的じゃないですか。でも見たことないです。ないですよね。ないですね。多分普段見る機会ないんで。ないですね。カブトムシこうやって交尾させるんだよっていうのもちょっと皆さんも知ってもらえたらと思うんで、それは見たいかもしれないですね。じゃあちょっとやっていきましょう。準備していきます。今回交尾させる種類がこちらです。角が2本ありますね。角が2本、ちょっと曲がっちゃってるやつなんですけど、分かります？分かります。これでもオスってことですよね。角があるから。そうです。そこはもう当たり前の体でいたんですけど、そこから何カブトかをと思ったら、これグラントシロカブトっていう、日本にはいないですよね。もう全くいないです。この種類がいないですね。アメリカの方にアリゾナ、わあなんかキャンプ地でも有名な、なんかそういうすごい山奥に。カブトムシ大体山奥ですからね。言ったらヘラクレスに近くて白いんですよ。もうちょっと色綺麗になるんですけど、あんまりいない色味じゃないですか。形もやっぱ日本にいないんで珍しい。でこっちがメスですね。模様が綺麗ですね。そう、めちゃくちゃ綺麗で。ただでいいんですか？いや、ただでいいですよ今回は。嬉しいな。交尾できるようになるまでの期間として、餌を食べてから、このサイズだったら2週間とか3週間ぐらい餌を食べさせて、そしたら基本的に交尾できる状態になるんで。だからまずその前にゼリーを使います。ゼリーをこのメスがこう、メスに食べさせるんですね。先にご飯を食べさせといて、その間じゃあもう本当無理やりメスが行く感じなんですね。後で受け入れるんで。虫の世界はこれが普通。これが普通です。なるほど。そのブリードをするってなると虫かごに1週間一緒にいさせたりとか、そういう方法もあるんで。なるほど。ディスコカメラを用意してあるので、じゃあこれで開いていいアングルで撮れるようにいい感じで撮ってもらって。グランドシロカブトのオス、元気ですね。こちらをメスに乗せますので、これを優しく乗せます。それで始まるんですか？これでメスだって思ったら一気にそのお尻の部分が速くなったりするんで、どうでしょうか？気づいて、なんか出てきた、なんか出てきた、うわ、なにこれ？気づいて、なんか出てきた、なんか出てきた、うわ、なにこれ？出てきてますね。うわ、これが生殖器ということですか？で、メスも逃げてないんで受け入れてはいますね。もう餌食べてないよ。いいアングルで撮りたいな。刺さってる。刺されました。でも嫌がってる。すごい嫌がってるよ、メス。これいい角度で撮れてんな。これいい角度で撮れてんな。すごい嫌がってますよ。メスがちょっと嫌がってるかもな。入ってます。メスの言ったらお尻ですね。すごい嫌がってますね。ちょっと違うところに移動するってことですかね。カブトムシでいうホテルに人気のないところには行かないです。でも入ってるな。入ってますよ、すごい状態。これです。うわー、これよくね、映像でも見させてもらってる人間でもよくあるやつですよね。人間でもその人間で例えないでください。生々しくなるんで急に。これで完全に入りました。すごい。あとはこっからどれぐらい40分から1時間ぐらい。そんなに？この状態で子孫を送り込むので。すごい。神々しさもありますね。なんかすごい。でも真っ暗になっちゃうから、ライトの当て方めちゃくちゃかっこよくないですか？なんか影がね、かっこいいけど神秘さが増すけど。お、すごい。手ぶれがすごい。成熟してればすぐ交尾するので。すごい。なんでまあ虫かごとかにこういう発泡スチロール、足場のあるようなものを置いて。でそして40分ぐらい放置しとけば、まあ、最悪交尾が終わった後も虫かごの中に入れとけば逃げないんで。すごい。これはいい作品になりそうだ。作品って言わないでください。どっちももう動いて動かないんですね、はい、こんなにだっておとなしいですよ。ちゃんとメスの首に手を絡ませて、はい、逃げないようにしてるんですね、はい、ちゃんと固定して。これ今オスは生殖器出して入れたじゃないですか、はいはい、あれすごい尖ってるんですけど、その返しが出てくるんですよ。メスのお腹の中に入ったら、はい、で逃げないように外れないようにするっていう、すごい。これはなかなか見れないですよ。普通だったら見れない、ね、森でこんなやってる状態ないですからね。喧嘩のイメージですもんね、森は。そうですね。今生命誕生させてますみたいな。顔のつぶらな目がね可愛いんですよ。毛もふさふさで、すごい。めっちゃ綺麗だな。綺麗。手が震えちゃうな、もったいねえな。おお、すごいすごいすごい。おお、すごい。入ってますね。入ってる。それですごい。一旦待ちましょうか。はい。今ちょっとこれ終わったんですけど、はい、これちょっと赤い糸出てます。これが神秘的でね、大好きで僕。本当だ、赤い糸出てますね。すごい。メスとオスのまあ繋がった証なんですけど、うわ本当に赤い。これ人間でもね、運命の赤い糸って言いますもんね、はい、んこれが本当にあるっていう。すごい。これ離れたら切れるんですか？切れます。もう触ったことないんであれなんですけど、はい、触るのちょっと心配になる。ちぎれる分には問題ないんで、それが僕大好きなんですよ。これが大好きはそれは大丈夫なのかな。でもなんかね、神秘的な感じがすごいしますもんね。こっからまあもう産卵セットを組んで、はい、でまあ1ヶ月ぐらい入れて、はい、これがメスを取り出して放置するっていう感じで、はい、ちょっとね黒い生殖器にこうついてますもんね。そうですね、綺麗に、はい、あ、なんか話しかけてる。オスがメスに「どうだった?」みたいな「僕の、ね、子孫をよろしくね」みたいな、うん、あとは頼むよって言ってます。愛情がね伝わってくる。そうなんですよ。できるだけ寄り添うんですよね。いや、いいですね。これであとは一回餌をたくさん食べてもらって、はい、はい、相当体力使うんで。オス的にも今もう体力ない状態なんですか？そうですね。もう一回交尾させると、はい、そっからはもうだいぶ餌食べさせないともう一回交尾できないんで。ああ、ね、この黒いのが生殖器ですからね、はい、だいぶ引っ込んできましたね。尖ってるんですね。そうですね。あ、なくなっちゃった。戻しましたね。でもこういう時間に森とかだったら他の生物になんか、はい、まあ、喧嘩されそうそうたりとか邪魔されたりするじゃないですか、はい、それは大丈夫なんですか？そうなった時は多分まあオスメスすぐ離れて逃げるか、はい、とかもう普通にやっぱ食われちゃったりとか、ハッピーエンドですね完全に。すごいいい感じで、すごい影がいい感じの映像、糸がね、いい音楽を流します、うん。